はい、皆さんこんにちは、田野治です。私はですね、今自宅にいるんですけれども、もうね、シリーズとなってしまいました、ビールのね、ご紹介をしたいと思います。今日はですね、レオビールの、まあ、ストロングブなんていうのこれストロングなんとかっていうねやつで、以前ね、あの青い缶のじゃねえやなんだっけ青だったっけラガーのね方のね、ビールをご紹介したと思うんですけど、その時には赤いのもあるということを申し上げたと思うんですけど、これになります。私もこれね、確か昔1回飲んだぐらいでほとんど飲んだことないんで、まあ久しぶりに買ってみました。まあそういうわけでね、飲んでみたいと思います。あとは例のように、豚生姜焼きだったっけ、豚焼肉の弁当になります。もう本当これつまみでね、まあビール飲めればもうそれでね、私はもう十分というまあね、のおっさんになってしまっております。はい、これもね、前回申し上げましたけど、シンハーがね、作っているビールでして、まあシンハービールをね、高級バージョン、まあリオをね、まあリーズナブルということで、もう2つ作ってね、マーケットを独占していこうっていうね、やり方だと思うんですけど、まあ非常にね、タイではうまいやり方だと思います。だ結構ね、同じ会社が作ってるんで、まあうまいんですよね、どっちでも。本当にまあ安い方をね、買った方がいいんじゃないかなという気はします。いや、あとそうだ、言い忘れた、ちなみにね、これアルコールなんですけど、これね 5.1% ということで非常に高いです。まあ非常にではないかもしれないですけど、まあ高めです。なのでまあね、アルコールちょっとね弱い方はちょっと一緒じゃないんでね、気をつけていただければと思います。はい、それではね、レオビア開けていきたいと思います。はい、じゃあそれではレオビア飲みたいと思います。なんか苦味が一瞬苦いかなと思うんですけど、なんかちょっとふわっとしたちょっと甘みみたいな感じが広がって意外と飲みやすいですね。ストロングっていうからちょっとなんかなんつうんだろう、ちょっときつか炭酸きつかったりなんかするかなと思ったんですけど、そんなことは、ないです。非常に、まあ、飲みやすいですね。確かにアルコールちょっと濃いかなっていう気はします。非常にね、美味しい、ビールになります。はい、じゃあこのね、まあ豚弁当だけちょっとまあご紹介というか、まあ本当にね、普通のご飯と、まあ、豚焼肉ということで、豚生姜焼きだったかな、まあ忘れちゃった、どっちでもいいや。はい、まあこんな感じで、おつまみ代わりに食べます。はい、非常に、まあぴったりですね。まあこんなもんでね、軽く済ますというのがね、まあささやかなね、大生活の中での幸せになりますって、しょぼいなあんまりね夢がないかもしれないんですけど、まあこんなところです。まあたまにはね、ドン・キホーテ行って、まあ以前ご紹介したかもしれないですけど、ドン・キホーテ行ってね、いろいろまあちょっと日本のおつまみはペヤングのセオス焼きそばとか買ったりね、しますけども、まあ大体はねこんな感じで過ごしています。はい、じゃあそういうわけでね、こういう感じしますか。はい、じゃあそういうわけでね、動画切りたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。